こんにちは、ブンさんです。はい、雪山の廃墟小安線です。獣人の奥ちゃんが指示したボス部屋の鍵がある部屋にやってきました。一度目はかぼちゃ、今度こそ鍵が入ってるといいんですけどね。これもなんか動き出したりしないよな。赤い浜さん壊れた。はい、うん、おお、あ、高いとこあった。お、獣人のチーズか。なんかスープに入れたら美味しそうやな。おい、また食い物かよ。それではおばちゃんのところ、おばちゃんつうか奥さんのところに戻りましょう。奥ちゃん、チーズでしたよ。あ、リンクさんどうでした？え、チーズですか？いやだわ、主人が移し替えたのかしら。一体どこにしまってたのかしら。ごめんなさい、パッと思い浮かばないので先にチーズを主人に渡してきてくださる？なんとかその間に思い出せるように頑張ります。さあ、もっと美味しいスープにしておくれ。はい、うん、パンチが足らんの。うん、いい匂い。お前何持ってるだ？痛いっつうの。お、隠し味にぴったり。なんかこのおっさんの頭の上に乗れそうやな。馬の蔵みたいな。あとはじっくり煮込みは出来上がり。俺ちょっと食ってみろ。一応作っておくか。極上のスープを瓶に作ったチーズが入っててまろやかになったよ。うーん、ハートやつ買うか。さあ奥ちゃん、奥ちゃん思い出したかい？あ、リンクさん思い出しましたよ。忘れないのにってわざわざ寝室のすぐそばの部屋にしまったのに、結局忘れちゃってたなんて私恥ずかしいわ。寝室のあそこ2階、2階か。ここに必ずあるはずです。お願いします。ああ、バラ行ってなかったか。一旦ちょっと戻って宝取ってこよう。ち？この辺？宝があるの？あ、宝があった。黄色ピ？あ、あれがいた。元がね、ゴーストがいた。見逃すとこやった。あ、顔の鉄柱。よし、さあ行くよ。一回これで完全制覇か。まだなんか弾をなんか向こうに送るやつがあるな。なんか音がする。うわ、なんか、なんか変なのがいる。破壊の設計できるんだよね。なんか回ってるだろ。機械だ、これ。機械みたいな。やばい。どうした？どうした？なんだい？凍ったよ。
¡Qué! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué? 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 よし、繋がった。宝が気になるわ。あ、こんなところに扉があった。あれか。下落ちたら何がある？落ちたら死ぬね。どっか突っかかるとこないのかな。これ絶対死ぬよな、落ちて。あそこにハートの器が、ハートのかけらがありそうな気がするんやけど。反対側から行くとか？外には出られないしな。絶対死ぬよな。何やろこれ。何があるんだ。なんでこんなとこに台風があるの。こっち。こっちっぽいな。お、あそこ宝箱があるね。動いた。いけるか。はい、いけた。鍵。向こうに行く扉なかったね。こっちからか。この台本なんなんやろな。あ、いた。宝箱あるぞ。はい。こちら。よし。これで9人。ドン。怖っ。コウモリがいるな。いいな。邪魔なのは殺しておくと。いいな。いけ、あ、いけた。なんだ、ほら、ハートのかけや。ああ、さあ、向こう行けんのかな。うん、行けたね。はい。
あ、これ動かさなくてよかった。こっち動かさなくていけんのかな。多分無理っぽいよな。落ちるか。はい。下にあったさ、この宝箱どうやって取れんやろな。あ、取れなかったんやな。なんか崖みたいになってるな。この2階からなんかいけんのかな。なんか怪しいな。高いのと一致。はい。あ、壊れた。あ。あ、いける。と、落ちろ。開く。お、ハートのかけら。どうやって戻るかーい。はい。はい。はい。うん。はい。と。と。何があるんだ？氷。なってん。さあ、どっち行くかだね。地図。左に宝箱ありそうやな。これ押すんやろな。向こうからさっき押してなかったやつやな。落ちた。落ちていいのかな。俺でさっき来たとこや。あ、戻れるってことか。あ、そっか、破壊の鉄球があるから壊せる。これ真ん中ね、スイッチを押せばいいんでしょ。ちょっと考えるよ。さあ、考えるぞ。あ、切るかな。し、やってみよう。入った。どこが開いた？どこが開いたんだ？多分上なんやろな。いけんのか？you
早い動きが。はい、よし、あれこっち来たけど、あ、あそこ逃げそうやな。降りた。捕まるところあるね。あそこに宝箱があるやな。はい、見ない見ないよ。出た、鍵か。鍵は絶対いるからな。さあ戻ってきたよ。落ちてもいいやな。落ちてもいいんだけど。落ちたよ。まあいいや。よし、これでもいける。歩きにくいな。こういうのか。全部壊してこい。この赤い点々はあれか、チリの赤い点々はダマになる場所か。うわ、これ冷気止まんのかな。ホールだけ落ちる、無理か。なんだちょっと邪魔なやつだ。何とかしたいけど、こっからじゃ届きそうないな。あそこに行きたいんやけどな。これ飛んでいけるとは思えないしな。反対側から2階でしょ。こっちから行けんのかね。こっちか。こっち行ってないな。あ、ほら扉開いたじゃないかーい。はい、ポインターは出てこないんですけど。はい、はい、ゲージが近すぎた。はい、倒せんじゃねえ。よし、通じた。向こう側かなんかあったよな。あ、そこか。螺旋みたいになってたとこか。あ、ここ開いたから大砲で撃てんじゃないか、こっち。なんかあるんじゃないかっていう。とりあえず真ん中の部屋に行けるね。あ、大砲で弾こっち持ってくるとか。そんなめんどくさいことしなきゃダメなのか、もしかして。あのね、壊すには大砲で撃たなきゃダメやから。大砲撃ちたいけど弾がないんやな。
ここ、あそこ普通には玉がいるから玉持ってこなきゃダメなんだね。あ、これで下から上に上がれるぞ。向こうにも行けるぞ。ってことはここ開いたから遠いな玉。玉下から持ってこなきゃならないのか。ワープ、ここに玉があるはずだ。はい、はい、おいて、はい、向こうへ行って、はい、これを下ろして、これ持って螺旋階段を登っていきます。はい、ワープ、はい、やってきましたよ。ワープが逃げて、うぜー、これで向こうの部屋に玉が行ったから、はい、玉行ってるね。あ、まあ、今度玉一個持ってくるのにこんなに苦労しなきゃダメなのか。置いて、ちょっと出て、手を下ろして、玉取って、で、あの大砲に突っ込む。爆弾レイ、撃てー。はい、これ向こう行けんのか。こっちは行けそうやな。と行けたね。あそこ橋があるな。なんで死んだかな。あ、死んだね。あ、よく見えること。あ、鍵が、あ、閉まった、あ、閉まったよ。あそこにボス部屋の鍵があるのかな。あ、でも宝箱が立ちいいな。はい、今日の動画はここまでです。以前の動画を見逃した方は、動画説明欄にリンクしているので、そちらからご覧になってくださいね。よかったらチャンネル登録お願いします。ほな、さいなら。